セロニアス・モンクのお気に入りの作品はブルーモンクであり、彼はこれをよく録音しました。1963年のインタビューで彼が特に好きなレコードを尋ねられた際に、彼の答えはトリオでのブルーモンクでした。彼は最初に1954年9月22日にアート・ブレイキードラムとパーシー・ヒースベースと共にこれを録音しました。ブルモンクはモンクの最もシンプルな古典的なブルースのメロディーです。ニューオーリンズのストリートバンドでも演奏されています。主要な動機は8分音符での4音の半音階的な上昇で、これはモンクのいくつかのコーラスのためのメロディックなスプリングボードとなっています。ブルーモンクは叙情的で歌いやすい曲です。